ダムオフィシャルチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、アイバーアイナです。はい、初めましての方もいるかもしれませんが、私声優をしております響という事務所でやっておるんですけども、さて今回は新たにブッシーロードグループの仲間になりましたスターダムの皆さんに、私アイバーアイナがインタビューをしていこうと思います。実は記者会見が先ほどまであったんですけども、いや、まあこの度アイバーアイナ、スターダムのテーマソングを歌わせていただけるということで、この後皆さんにしっかり挨拶して、まあもともとプロレスもやっていたっていうのもあるので、ここはしっかりと挨拶していろんなことをお聞きしたいと思います。それでは早速インタビューしていきましょう。では最初の方はこちらです。まずは中野タム選手です。はい、破天荒アイドルレスラースターダムドリームの中野タムです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いやー、ちょっと改めましてアイバーアイナです。よろしくお願いします。初めまして。初めましてなんですよ、はい、そんな気がしないんです。なんかなぜかというのは後々聞いていきたいと思うんですけども、はい、今こうね、記者会見が終わったということで、はい、いろいろあったと思うんですけども、今率直な感想はどうでしょうか。あー、そうですね、私は、この新体制になって初めての記者会見で、うん、スターダムスペシャル PR 大使としていろいろとプレゼンテーションさせていただいたんですけれども、なんかこんなにもうまく喋れないかと思ものかと思って相葉さんみたいにもっとちゃんと喋れるように練習しようって。いやいや、でも反省してるところです。めちゃくちゃ熱かったですよ。あ、キダニッチ、キダニッチさん。でもさんつけないと怒られるかなと思って一応キダニッチさんってさんをね、さんはつけました。でも新しいね、あだ名もできたことで、これちょっとスターダムのねファンの皆さんにもちょっとキダニッチさんはちょっと響いたんじゃないですか。浸透していくかもしれないですね。はい、いてほしいですね、ぜひね、見かけたら。PR 大使ということで、はい、もうこれからじゃあ PR を結構じゃあ筆頭にされていくっていう感じなんですかね。そうなんですかね。したいです、したい、ね、していきたいです、していきたい、はい、いやもうすごい、でも熱さがものすごく伝わった記者会見だったんですけども、いや先ほどもちょっとお話出たんですけども、ちょっと初めましてな感じがちょっと正直私もしなくてですね、まあもうちょっとタムちゃんって呼んでるんですけど。え、ありがとうございます。理由としてはもともとアクトレスガールズに私がいて、はい、でタムちゃんもちょうど相葉さんと入れ替わりの時期にアクトレスガールズに入団してプロレスデビューして、で今はスターダムに移籍をしたっていう形なんですよね、うん、なんかこうやっぱその情報も知ってたし、写真とかもやっぱ見てたので、その試合の時の写真があったりとか、やっぱその仲良い選手とタムちゃんがこう乗ってる写真とかも見てたので、あんま初めましての感覚がなくてですね、今日ちょっとびっくりでした。初めましてということで、すごい楽しみにしてきました。私もずっと映像でも見てたし、お話も聞いてたし、ツイッターも見てたので、いや、ストーカーみたいなんで。いや、そんなこと。会えて嬉しいです。こちらこそありがとうございます。あの綺麗なエンジゲリをまた見たいです。クリストも見たいです。クリストも、はい、めっちゃやばいわもう。タムちゃんにかけられない、そんなそんな。かけてください。やばいやばいやばい。というね、ということでファンの皆さん、そして最近興味を持った皆さんに、もし何かこう一言メッセージをいただけると。一言じゃ表せないですけど、そうですね、スターダムは、今所属選手が20人ちょっとぐらい、うん、すごいいっぱいいっぱいいっぱいいるんですけど、その選手全員の人生を見てもらえる、そして見てくれたあなたの人生を変えれる、変えることのできる力を持ってる団体だと思ってるし、その力をもっともっと強くして皆さんの人生の手助けをしていきたいな、そして私たちが人生を生きる中で、こう魂を燃やして戦って皆さんと一緒にこの超生きづらい世の中を戦い抜いていきたいなってそう思ってるので、ちょっと疲れたとか、明日もうちょっと会社行きたくね、頑張れねえわみたいに思ってるそこの君、ぜひスターダムに来て元気をもらってほしいなって思ってます。ちょっと長くなっちゃいました。全然一言
もなんかさ、そうですよね、生きづらい世の中、本当に本当にね、リングの試合を見れば人生観変わったりしますからね。本当にその思いはバッチリ伝わったと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。次にお話を伺うのは星木有沙選手です。どうもこんにちは、星木有沙です。よろしくお願いします。いやもうまさに今、はい、記者会見を終えた直後なんですけども、はい、終えてみていかがですか？そうですね、なんか今までの、記者会見とはなんかこう意識もそうですし、うん、なんか規模も違うなって思って、12月24日にこのベルトをかけてまあ、タイトルマッチをするんですけど、まあその今回の記者会見を初めて見た人も多分いると思うんですね、うんうん、でこれをきっかけにもっとこう試合行きたいなっていう気持ちがこう活性化できてたら嬉しいなって思います。いや、はい、本当ね、今ベルト持たれてますけども、なんかベルトってこの重さ以上になんかいろんな気持ちの重みがありません？そうなんですよね。本当にこのベルトの重さマジで分かってほしい。初めて見る人もいるかもしれないので。そうなんですよ。本当にどっしりとすごいじゃないですか。はい、重いです。かけますか？いいんですか？怒られない？大丈夫です、大丈夫です。かけますか？絶対似合います。絶対似合います。あ、似合ってます。あ、やばい。これただでさえ重たいのに、はい、本当になんかもう申し訳なくなってくる。本当にいえいえ、ベルトというものはそれぐらい重いものなんです本当に、はい、でこちらをかけて24日は、はい、このみさんと、そうですね、戦ってきます。このみさんにはね、まあ、いろいろおっしゃられておりましたけども、はい、やっぱさらにああいうことを言われるとこう熱というか燃えるっていう、はい、それはすごい記者会見でひしひしと伝わってきました。 ありがとうございます。はい、今はねこんな今はこういう感じの星木さんなんですけども、はい、マイブームとかありますか？マイブームですか？はい、マイブームは、まあ、アクセサリーを集めることとか、うん、このシルバーとかがすごい好きなんですけど、あ、本当だ、こういうの集めることとか、はい、あと今その別名義でバンドをやっていて、でその作詞作曲とか歌をやってるので、まあ、なんかマイブームって言っていいんですかねって感じです。なんかもうプロレスやるか音楽やるかみたいな、そういう生活をしてるので、お、はい、あえてマイブームで出させていただきました。はい、すごい、ありがとうございます。24日行きますので、あ、ぜひお願いします。しております。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。次にお話を伺うのはコナミ選手です。はい、お願いします。私のトライアングルランサーは勝率 100% 第16代ゴッテスオブスターダムチャンピオンのコナミです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。来ました。いや、今まさに記者会見を終えたばかりなんですけども、はい、ご率直な感想はいかがですか？いやー、星木有沙、はい、めちゃくちゃ楽しみですね。星木有沙の苦しそうな顔を見るのが私の最近の趣味なので、じっくりねっとり一点攻めでしばき上げてやりたいなと思います。とんでもない、まあ、ちょっと先ほどですね、はい、星木選手にちょっとインタビューさせてもらったんですけども、はい、まあ、ちょっとそのお言葉をいただいて、もうさらに燃えてるっていう風におっしゃってたんで、そうですね、はい、いやもうね、たまらんですよ。これは観戦させていただきたいと思います、はい、まさにスターダムを一言でアピールするなら、一言でアピールするなら、今女子プロ界で輝いている確率 100% の女子プロ団体だと思います。間違いない。コナミさんイコール 100% っていうワードがもうね、あの初めましての方もいるかもしれなくてですね、これ分かっていただきたいですね。 100% っていう相当ですからね、 100% って。そうですね、だって言うのもやっぱ自分にこうプレッシャーとかありますか？やっぱりちょっと最近やっぱきついですきついけど、言うことによってこうやっぱこうより自分を強くするみたいな。そうですね、あのトライアングルランサーが決まれば勝率は 100% は落ちてないので、うん、いや、それはすごい、はい、だからそれをかけられたらもう終わったって、そうです、選手側も思うってことですもんね、はい、いや
本当に。でもそんなホラムさん、今までで一番きつかった練習ってありますか？練習、うん、嫌いな練習、トレーニングでもいいんですけど、これちょっと練習じゃないんですけど、やっぱ木村花と一緒にいるのはきついですね。木村花と一緒にいることの方が練習よりきついです。あ、もうトレーニングとかじゃなくて、じゃなくてやっぱ木村花のあの暑苦しい顔とか、はいはい、あのでかい声で、うんうん、毎日接しなきゃいけないことはちょっと精神的にきついです、ね、なるほど。じゃあ日々精神トレーニングも、そうですね、借りているということで、あの肉体と精神トレーニングをしてますね、練習は。それもあって 100% 以上、そうですね、されている可能性がありますね、はい、ありがとうございました、はい、次にお話をお伺いするのは岩谷真由選手です。スターダムのアイコン、第12代ワールドオブスターダムチャンピオンの岩谷真由です。よろしくお願いします。まあ、いろいろね聞いてはいきたいんですけども、今まさに記者会見を終えてすぐということで、はいはい、率直な感想いかがでしょうか？なんか会場の雰囲気がなんかちょっとピリピリというか、なんかちょっといつものスターダムのこのワイワイした感じの雰囲気じゃなかったので、うん、なんかすごい緊張しました。お、会場がなんかあんなバッチバチななんか確かにちょっとピリついた感じもありつつ、ね、はい、ちょっと緊張しましたね。いろんな、ね、発表もありましたけども、はい、うん、まあ、今回その12月24日 の、はい、そのメインイベントもありまして、はいはい、どうですか、まあ、真由さんはね今ベルトを、そうですね、ちょっとベルトを置いてきちゃったなベルト、あー来た、ありがとうございます、すごい、はい、はい、赤いベルトのタイトルマッチをやるんですけど、で12月24日見に来られる、見に行きます、ありがとうございます、はい、まあ、元々やっぱりあの私あの練習生といいますか、はい、練習生になる前にもやっぱスターダムさんの試合を見てて、まゆさんの試合は見ておりますので、ありがとうございます。じゃあ、はい、まあ、久しぶりにこうスターダムの中で戦う岩谷真由っていうのを相葉さんにがっちりと、あ、真由さんこんなに強くなったんだってこう思われるような試合を見せたいと思いますし、やっぱ相手がその花月っていう何回もこうシングルをやってて本当に宙吊りにされたりとかこうズタボロにされたので、まあ、今回も気を引き締めつつ自分の最大限の力を出したいと思います。じゃあ本当に今までその私が見たことのある試合の真由さんの顔じゃなくて、またなんか新たな別な真由さんがそこにはいるかもしれないという、はい、なんか怖いかもしれない試合中の自分、わかんないけど、なんかどうなんだろう、客観的に見れないのかな、戦うっていうかそのね、当然試合なので真剣な感じですけど、やっぱこう華麗でとかそういう綺麗なイメージがやっぱ真由さんもすごい私は持っていて、はい、それがもしかしたらちょっとまた新たに変わるかも、はい、ドキドキですね。はい、ということで、まあ、お休みの日ちょっと聞きたいです、何してるか。休みの日ですか、はい、休みの日はもう20時間ぐらい寝たいなって感じなので、本当にずっと寝てて、まあ、犬の散歩行ったりこう猫にご飯あげたりそれ以外は基本ベッドの上にいますね。じゃああんま外に出て遊んだりとかはしないんですね。全然出ないです、インドアです。あ、インドア派。めちゃくちゃインドア、もう布団さえあれば何もいらない感じですかね今。そうなんですね、はい、体もじゃあしっかりと休めて、休みの日は試合に挑まれてるって感じなんですね。そうなんですよ、もう休むことに命をかけてます。それはいいこと、それはいいことありがとうございます。次にお話をお聞きするのはジュリア選手です。ヘイ、ジュリアです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今まさに記者会見をこう、はい、終えたもうすぐなんですけども、はい、率直な感想は、率直な感想、はい、アウェイみたいな、確かに気まずいなみたいな感じですかね。ちょっ と, ょっと、はい、最後、はい、結構なことになりましたけども、はい、ね、あの事態は予測してましたか？してなかったですね。あ、はい、自分で、はいはい、もう本当にあのご挨拶に来たので、うん、
なんかこんなに自分のことを思ってくれてる人がいるんだなと思ってちょっと嬉しかったです。はい、木村選手、はい、思いが、はい、私にすごい強い気持ちを抱いてるんだなと思うと、うん、グッときた、グッときちゃいました、はい、じゃあ、つかみ合いとかも、はい、楽しかったですね。プロレス今やってやっとプロレスできてるみたいな、やってない、モヤモヤがあるって言ってましたもんね。ほんと溜まってるんですよ、はい、いろんな思いが、はい、溜まってるんで、はい、それが爆発できるということで、はい、ワクワクプラス、まあ、ちょっとね会場にいた私ははっ、い、ってヒヤッとした一部分もあったんですけども、はい、けど今こうしてね、はい、お話を聞いているとちょっとワクワクがすごい伝わってきて、じゃあ今まさに目標は、はい、目標、今の目標、まあ目標というと、まあ、試合で、まあ、勝つというか、うん、こう私すごい潰されるの好きなんですよね、人にこうドキドキするんですよ、ワクワクするんですよ。潰されるっていうのがフットスタンプとか、フットスタンプ、まあ、技もそうなんですけど、こうおいてめえなんてみたいな感じで、もう言葉とかでもこうやられると燃えてくるというか、スイッチが入ってくるので、やっぱこう潰し合いなんで、プロレスは、はい、もうめちゃめちゃ面白い潰し合いやっていきたいなっていう、これでまずお客さんを楽しませるっていうのが今目標ですね、うん、じゃあまさに今日は、はい、もう本当に潰し合いの第一歩というか、はい、すごい、そうだったんですね。そうだったんです。じゃあもうこう潰されてから、はい、よりエンジンがかかるということで、はい、そのじゃあ試合がすごい楽しみですね、はい、ということで、じゃあ今後、はい、アウェイからどうなっていくのか、はい、どうなっていくのか私も見届けます。お願いいたします。ありがとうございました、はい、ということで今日はですね、スターダムオフィシャルチャンネルさんにお邪魔して、いろいろ選手の皆さんにインタビューさせていただいたんですけども、いろんなねお話を聞いて、こう興味を持った方とか、もともとね応援されてる方もいらっしゃると思うんですけど、よりなんかちょっと選手の皆さんのこう熱いものを感じることができたんじゃないかなと思いました。いやもう私自身もっともっとこうこれを機に距離を近づけていけたらなって、すごい気持ち悪いこと言ってるの、でも仲良くなれたらなって思っております。いやもう本当に今回テーマソングを歌わせていただけるということで、私も選手の皆さんに負けないようなパッションと気合で歌わせていただきたいと思います。はい、ということで普段からスターダムのことを知っている人にも楽しんでいただける動画になったんじゃないでしょうか。そして今回はスターダムオフィシャルチャンネルにお邪魔しましたが、私が出演している響きスタイルというチャンネルにはスターダムの皆さんといろんな対決をした動画が載っていると思いますので、こちらもぜひチェックしてください。ということで以上お送りしたのは相葉愛菜でした。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。